なんだ。ああ、絶対やべえ場所だな、さっきの。ツールキットは昔住んでたシェルターにある。ああ、なるほど。荷物 ID タグをつけてあるから場所はすぐ分かるはずだ。うわい。入り口は無線で解除しておく。ああ、運んでくれた血液グレネードを分けてあげよう。奴らがいるから持っていけば役に立ってくれるだろう。はい。じゃあ頼んだぞ。触っちゃってない？上がってくる前、ああくそ、待って、血液ぐれ、バイバイキー。ちょっとちょっと、ふぅ、タグもう、僕出しちゃったら笑えないじゃないか。プライベートボックス、めっちゃあんな。これを持って帰んな、ちょっときついな。どうしよう、持ってきた。ああ、ですよね。ですよね。襲われたよ。回収してきてくれるとは、使い慣れた道具なんだ。こいつにいろんな思い出が詰まってる。カイラルプリンターで作れない俺の人生が実は無理だと思ってたんだ。
これだよ。こいつを待ってた。これでまたいい武器を作るぞ。おサム・ブリッジズ、あんたは天才だ。わ、すごい喜び。ありがとう。多分仲良くなったでしょ。へい。人気絶頂の配達人。すごい増えてる。え、何これ、すごい増えてる。どういうこと。スピードムーバームーバー級グレード240になりました。ほう、ストラント契約する可能性が。エキスパートムーバー50になりました。エリートムーバー60になりました。結構増えた。俺はずっとフラジャイルたちには世話になっていた。感謝もしていた。ほう。だがヒグスと組んでるなら信用するわけにはいかない。そうは言ってもテロリストたちは増え、行動も過激になっている。それに立ち向かうには俺たちもまとまらないとな。うん、あんたみたいなのがいるなら俺は UCA に加盟してもいい。お、新しいアメリカが俺たちを守ってくれるんだろ。カエラル通信をつないでくれ。お、よかった。あ、汚れたぜ。よかった、武器作ってくれそう。なんか仲良くしたら良さそうだね、ここの人。汚れてる。よし、繋がった。クラスマン、お、ボーラーガン、銃だ。やった。ありがとう。俺は役に立つ道具をこれからも作っていくよ。ああ、ここ鍛えたもん。シェルターに一人でいてもカイラル通信がつないでくれる。これが UCA を作るということか。そうですね。お、そうだ、これは俺が作ったボーラガンという武器だ。どうやって使うんですか。相手はしばらく身動きが取れなくなる。お、殺傷能力はない。行動の自由を一時的に奪うだけだ。必要になったら使ってくれ。 OK、 ボコボコにしてやるぞ。ボーラガン、へえ、興味深い武器ね。ワイヤーを打って相手を拘束する非殺傷武器だけど、ワイヤーの代わりにストランドを使うとあなたの血が作用して BT にも効果が出るはず。お、 BT にも試してみて。了解です。サム、よくやった。予定していた3カ所は全てつながった。 OK、君がつないでくれたおかげでカイラル通信は順調に稼働している。次はこのエリアの中継地点でもある配送センターへつなぐ。だがその前に優先して片付けなければならない問題が起きてしまったんだ。レイクノットシティのシステムサーバーの一部がミュールに奪われた。修理したハードウェアを運搬している最中のことだったらしい。ボコボコにしろと。このサーバーの中には新配送システムの検証データが保管されていた。何？カイラル通信の稼働を前提にした新システムのためのデータだ。我々にとっては極めて重要なものだ。だがミュールにとっては全く無意味なデータだ。推測だが目的はサーバーに使われているカイラル結晶やレアメタルだろう。放っておけばデータが失われる可能性もある。そこでこのサーバーをミュールの集荷基地から奪い返しレイクノットシティに届けてほしい。これは私からの配送依頼だ。詳細は手錠端末を見てくれ。はい、増えた。ちょっと待ってよ。よし、ご苦労さん、ご苦労さん。はい、ゲッチュー。
げちょ、げちょ、あとあちらに、おお、出撃中。なんだ。結構あるな。降ります。もらえないか。あと。これだ。あんたか。ご苦労様。はいはい。仕事は想像を絶するよ。お、やった、ボラガン2ホログラムデータ、やった。おお、めっちゃ増えた。国道でーす。見つかっちゃってるやん。うん、これで OK だな。 OK、 ああ、めっちゃ赤い。お疲れ様でした。はい、長官から話は聞いています。ああ、これを待ってました。早速確認します。ぜひ。さすが伝説の配達人ですね。サーバーの状態は完璧です。これで我々のシステムは万全です。どうなるんですか。ありがとうございました。やっちゃう。 1% 結構早く届いたから。お、やった、バイクゲット。武器装備作成のリストにリバースやった、バイク作れる。レイクノットから設計データが見つかったの、あなたのおかげね。リバーストライクはフロント二輪型自動三輪車のこと。あなたが前に乗っていたのと同じバッテリー走行よ。自動回復機能で乗っていない間バッテリーが回復する。何？障害物が多い場所で乗るのはかなりテクニックがいる。だから地面がなだらかな場所で乗るのをおすすめするわ。それだろ。他の車両も整備を進めているから完成を楽しみにしていてね。はーい。強化タイプ
ヒックス粒子とヒックスの名前がついてる、すごい。めっちゃ納品してる。職人サンプル。重要燃料、これ結構ポイント大きかったよな。おお、300、これか、他の人のやつ。マスタームーバーから変わるかな。おお、グレートムーバー、数量のグレードが20以上になりました。あ、やった、ありがとうサム。はい、あの検証データは無人配送システムの稼働には欠かせないものだ。早速自動配送ロボの実験を進めよう。自動配送ロボ、レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。後でその配送端末で依頼を受けてくれ。ところでプレッパーズから気になることを聞いた。フラジャイルは信用できるのか。ヒッグスとの関係か。だが彼女はヒッグスを憎んでいる。我々と共通の敵ということだ。だから彼女とは手をつなげる。疑うなら本人に確かめるしかないが、彼女の協力はまだ必要だ。なるほど。なんだなんだな、曲が違う。サム、プラジャイルよ。3人のプレッパーズはつなげられたみたいね。滞っていた荷物も届けてくれた。ありがとうサム。それより君とヒッグスはどういう関係なんだ。奴と何があった。私の噂を聞いたのね。あなたと直接話したい。お、レイクノットシティ南の配送センターで待っているわ。あなたも来るんでしょ。なるほど。お疲れ様でした。新しい依頼があります。めっちゃ増えた。受注する際は配送端末にアクセスし、